ですかと言われても、ね、来年のことを言えば鬼が笑うと言いますよね。もうさ、初めて台本を順々に追っていくけどさ、初めて言いました。来年のことを言えば鬼が笑うっていう言葉があるんですね。何ですか。鬼が笑うんですか、来年のことを言えば。鬼が笑うらしいですよ。じゃあ来年の話しましょうよ。なんでだよ。鬼が笑うかもしれないから。早いんだよ、今年の話をするんじゃないのかよ。なんかほら、今年は流行語いろいろあったじゃん、オリンピックもあったじゃないですか、うん、台本を順々に追ってくんじゃないよ。ゴン攻め、まだ何も終わってないよ。ビタビタ、ゴン攻め、ピクトグラム、マリトッツォ、マリトッツォね、流行りましたけれども。ビタビタってなんだ。ビタビタ、スケボーですよ、スケボー。ああ、はい、ゴン攻めもスケボーですね。なるほどね。いろいろ流行りましたけど、はい、来年流行りそうな言葉なんですか。知らない。来年のことを言わなきゃ。知らないよ。鬼が笑わないよ。鬼を笑わせたいの。鬼が笑わないと。笑わせたいの。そうよ。来年そうね、うん、きっと鬼滅の刃また頑張ってると思う。おお、派手派手だね、お兄ちゃん。お兄ちゃん。誰だよ。誰のこと言ってんだよ。お兄ちゃんはお前だよ。お兄ちゃん。お兄ちゃんはお前だろ。ごめんごめん。誰のことに急にびっくり。いやー、でも本当にもう鬼も今爆笑してるんじゃないですか。意味わかんなすぎて。それは間違いない。それは間違いない。それは間違いない。うん、そうだね。まあ今日はこんな感じで始まります。